今回も関西ネオサイクリスタ大田原南店からお送りしております。そしてゲストはこの方、ライドセカンド。こんにちは、那須ブラゼンの竹村拓です。よろしくお願いします。この南店ではこちら自転車の歩く暮らし、まあ、神関さんはね、はい、こう DIY のいろいろ商品なんかも扱ってますから、はい、だから賃貸とかマンションで壁に直接つけれない人も、はい、あの柱から、ああ柱買ってつければこうやって、はい、一人暮らしとかしたらこういうのは結構憧れますね。ね、はい、高校の時がその森林リサーチ科っていう林業系の学科だったんで。森林リサーチ科、はい、初めて聞く、はい、高校で、はい、高校で多分そこしかないんじゃないですか、ね、森林リサーチ科っていう学科めっちゃ狭いよね、はい、チェーンソーで木切ったり、木切って、はい、あとまあ倒れるぞー言うて、あ、そうそうそう、木あと登って、うん、こう切って出して間伐したり枝を。あ、じゃあ割とじゃあこういうでも好きやった、はい、作ったりするのすごい好きです。一人暮らし始めた頃ね、はい、ぜひ部屋の中にやっていただきたいと思いますけども、ライドオンセカンド。ゲストは前回に引き続き那須ブラーゼンの甘いマスク担当、タクちゃんこと竹村拓選手。自転車専門店関関ネオサイクリスタ大田原南店から通勤通学におすすめのバイクをご紹介します。いろいろやっぱ自転車も通勤通学でっていうのが結構見直されてきてるじゃないですか、はい、ママチャリとかだとやっぱ通勤通学毎日ある程度の距離乗るのに大変でしょ、うん、でもロードバイクまではっていう時 にちょっと敷居が高いですもん ね。ブリヂストンさんの TB1 もうまず見た目がちょっと速そうよね。そうですね、かっこいいですね。かっこいい。俺この色塗装がさ、はい、すごい好き。あ、かっこいいですよね。これなかなかないですよね、うん、で結構色あるのよね。7色あるんですね。すごい7色あって、結構メタリックなのから、はい、マットなのまで、あとカラフルなのもあるから、このカゴもさオプションだけどおしゃれだよね。そうですね、すごい。しかも 広いのでカバンとかもすっぽり入りそうで、そうなのよ、いいですよね。ビジネスバッグとかさ、はい、ちょっと細長系の、はい、学生カバンとかをすって入る、はい、入りますよね。いいよね。でもやっぱね、こう自転車通学やとちょっとその自転車こだわりたいよね。そうですね、ちょっとしたこだわりとか、まあちょっと早く着いたりっていうのもあるんで、早く走れるようなのもいいですよね、うん、いやそれはやっぱり快適にね、はい、走れるに越したことないから、はい、さあ続いてはですね、タクちゃん、はい、こちらまたあのパッと見はクロスバイクなんですけども、うんうん、電動アシストの、お、電動自転車ですか。ベロスターです。かっこいいですねこれ。いや今時のもう電動アシストはかなりスタイリッシュね。はい、ギアも7段。あ、7段ついてるんですね、電動で。電動で7段だから無敵よもうすごいですね。ね、ちょっと通勤通学でも距離が長い人とかね、はいはい、あと女性の方とか、あとアップダウンが結構あるんだという方はいいんじゃないですか。ぜひこれいいですね。全部手元で、あとねこれ操作がライトもこれ で、 できるんですね。そうそう、ライトもちゃんとアシストの強さもここで変えれるし、すごい。でギアはこっちでね、うん、7段変えれますから。あとは持ち手とかもちょっとやっぱこう楽できる形になってんだよねこれ。あー握りやすい。やってみたくちゃん、これ。あ、これ握りやすい。あ、握りやすいですね。いや握りやすいよこれ。へー、電動アシストのベロスター。ベロスターかっこいいですね。名前からかっこいい。名前はかっこいいですね。ね、さあ続いてがジャイアントさんのグラビエ。グラビエ、まあ、これもパッとねクロスバイクっていう感じなんですけども、ちょっとこうオフロード要素が強い。そうですよね、街乗りマウンテンっていう、はい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 、どっちやねんっていうどっちやねんって感じですねでもその良さを両方持ってる。うん、タイヤもちょっと太いもんね。そうですね、かっこいいですね。すごい太くて、かっこいい。重そうでしょ。はい、ちょっと重量とかどうなんかなって気になりますね。これがね、はい、見た目より全然軽い。軽いんです今ちょっとこれね、はい、鉄のついてるけど、はい、それでもちょっと持ってみて、はい、あ、軽いですね。軽いでしょ、はい、これはぜひちょっと来てみんなちょっと体感した方がないと分かんないと思うの、はい、こういうのって。いやこれ軽いですね。軽いのよ、はい、ちょっと人と違ったバイクね、はい、乗りたいって。いい、ね、目立ちそうですごいいいですね。こういうバイク乗ってるとこういう自転車通勤通学使ってほしいね、タクちゃんね。そうですね、やはりこの機会ですし、うん、やはり密にならないっていう面も含めて、まあ、健康とかもありますし、ね、こういう、はい、この機会にやっぱり
こういう自転車を買っていただいて通勤通学で使っていただけるとすごい嬉しいかなと思います。一番こう通勤通学やとこう毎日乗るからそうです、継続しやすいですよね。やっぱり3日で飽きたり飽きてそのまま放置っていうとやっぱりもったいないと思うんで、週末だけやとね、はい、次第に乗らなくなったりするから、はい、平日は通勤通学に使っていただいて、週末はサイクリングでぜひ那須の方に来ていただけると素晴らしい。もうブラゼの一員です。はい、ありがとうございます。ちゃんとおいで那須、はい、ぜひおいで那須ということで。僕たちが走っているのは那須町の那須岳峠の茶屋へ続く県道17号那須高原線。ヒルクライムの名所として有名だよね。標高が高く夏は涼しいのでおすすめですよ。これも人によるねんけど、はい、経年数とかどれぐらい？経年数は僕80ぐらいですかね。あーでもやっぱそうか、はい、じゃあこういう勾配がきつくなるとやっぱ僕も一番ギア軽くしても、まあ、70回転とか落ちるときは落ちますね。でもよかった。もううちらなんかさ基本まず80が無理やから ある程度高回転で回すようにはしてる。そうですね、ペースで、まあ、淡々とリズムよく回すっていうのを意識してます。リズムね、はい、できるだけ回転数、経年数は崩さない。そうです。いやどうしてもこうなんか勾配が上がって踏んで勾配緩くなって休んだりすると、うん、まあ強弱がかかってインターバルがかかってる状態になるんで、うん、足にダメージがくるんですよね。なるね、はい、だそれを防ぐようにはしてます。そうか。ダンシングとかでね、はい、うまく使えればと思うねんけど、はい、たっちゃんダンシングはどう？いやダンシング苦手っすね。登り好きやけど、はい、ダンシングは下手くそなんですよね結構。へえ。なんかうまく力が伝えるのが苦手というか。おお。え、ちょっとどんな感じ？まあ俺見ても全然わからん。いい感じやけどな。早い。もう早い。タクちゃん。タクちゃん。乗る以外だとやっぱあの海外の選手のフォームとかよく見ます。おお。いや人それぞれダンシングのやり方とかも違うんでなんかフォームとか。なのでまあいろんな人見て。うん。まあ盗めるとこ盗んでくって感じですかね。そうかね。俺もさ、はい、タクちゃんの見たいから、はい、ちょっとスピード上げたところ、はい、見せてもらっていい？はい。いやいや、うわ、いやあかん。いやー久々の峠の茶屋、しんど。こんなん下から来てんの。はい。
いや、ぶっ込みすぎだよ、タクちゃん。ぶっ込みのタクですか。おっと、知ってた。はい。まさかの、この世代知らねえんじゃねえかと思われた。いや、大学時代にバイトしてた時にバイト先の先輩に言われて。ワニブシさん。はい。いや、ワニブシ先輩。え、誰ですか。誰ですか。はい、ゴールです。お疲れ様です。やった。見てくださいよこれ。いや、もうすごい今日景色いいですね。爽やかだね。はい、結構よく週3回ぐらい登るんですけど、その中でも1、2を争うぐらい今日天気今日いい、はい、すごいいいですね。だってここ高さが1462です。2、はい、下から登っていくんでしょ。下から、はい、いつも登ってます。週3、はい、意味がわからん。まあ、あとはじゃあタクちゃん、これからようやく、まあ、まだね、わかんないけども、プロの人生が始まって、はい、レースも始まってくると思うんで、こう目標とか、はい、ちょっと教えてもらってもいいですか。はい、今年1年はやっぱり J プロツアーのレースになれるっていうことで、まあ、先輩方のアシストだったりチャンスがあれば自分自身も勝利を狙っていきたいですし、まあ、長期的にはそうですね、全日本選手権のエリートで優勝するっていうのは、まあ、自分としての目標なので、そこに向かって日々頑張っていきたいと思います。うん、これからのプロ人生頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。